はい、今日はスタッフ住みが F ビレッジ、スコンフィールドでやるマラソンに、出たので応援しにスコンフィールドまで来ています。今日は、患者さんにアーシングって何でいいんですかって聞かれるので、ここでの場所で答えたいと思います。この私が触っているスマホや、パソコン、テレビ、電化製品で囲まれていない人は今、うちに来る人にはいないと思います。そうすると、プラスのイオンというのが体の中に帯電って言って、電気がプラスイオンが溜まってしまうことによって血流が触ってない人に比べれば触ってない頃の人に比べれば血の巡りが悪くなってしまいます。それを、電化製品の昔の電化製品のようにアースといってこうそのプラスのイオンを放電すると血行が良くなり、しかも夜の眠りがすごく深くなって寝ている時に修復と回復が行われているので、私は睡眠の質を上げること、できればあと7時間以上の睡眠をとることを皆さんにお伝えしてますけれども、それでより早く治したい、早く楽になりたいという方にはぜひ1日1分でもアーシングすると私のように思いたくない体になると思いますので試しあれ。